たまには一人旅も悪くないね。旅行が大好きですから、いつもお金を貯めています。なるべく旅費を抑えたいですが、難しいですね。サスケはウチハ一族の生き残りです。時々親族の集まりに参加しないといけません。民族間の紛争が止まりません。明日は休みですから早く起きなくてもいいです。日本語の早口言葉を知っていますか？早速始めましょう。